知らない間に運を壊していませんか。2019年7月の開運行動。はい、開は開でもですね、開く運ではなくて壊す運、開、破壊の開、ね、です。はい。で、まあ7月毎月なんですが、今月はこういうことを特にやってはいけませんというのを発表して、悪くなるのを未然に防ごうと、はい、まあ、そういうコーナーでございます。で、7月はですね、やってはいけないことが2つほどありました。ほう。で、1つ目がちょっと難しいかな。あの、孤独がとにかく悪いぞという状あの、まあ答えだったわけなんです。孤独で、まあ、孤独っていうのは精神的な孤独も物理的な孤独もありますけども、まあ、いわゆる一人作業ですよね。で、常識的に考えてこれは一人でやるしかないなっていうのは、それはそれでまあ仕方ないわけですよ。だから普通はだから、まあ、会社行ってデスク並べてとかチームでやってっていうのをあえて一人でもう面倒くさいから他のやつと関わんないでやるぞというのが今月はまずいぞというわけですよ。チームプレーというか、そうですね、助け合って仲間、そう、だから逆に言うと常に他の人と共にあれみたいな感じになるわけですよね。うん。で、別にそれはもうたくさんの人間じゃなくてもいいから、あの、1対1でも構わないし、自分以外の他人というのがいる場面にこういつも身を置くようにしましょうと。ほうほうほう。で、いつもまあ仕事の話ばっかりしてますけど、もちろんご家族で一緒に団らんでいるのも一番いいことですし、あの、まあ、身内であろうが他人、お仕事であろうが、うん、他の人と共にあれっていうのがまあいいことだと。ただこのコーナーはそのいいことを進めるコーナーじゃなくて、やっちゃいけないことを発表するコーナーだから、言い方としては一人でいることをやめましょうと、やめてくださいと、はいはい、それが開運につながりますよと、壊れる方につながっちゃうよと、これがまず一つ目です。うん。で、二つ目なんですけれども、はい、これはですね、人を追い詰めること。追い詰める、うん、追い詰めるのがお仕事の方は仕方ないですよね。追い詰めるのが仕事、刑事さんとかね、あ、犯人を追い詰めるみたいなのは、まあ、それはね、1ヶ月休んだらちょっといろいろ問題があると思いますので、それは置いときまして、普通の生活をして別にお仕事じゃない方が、明らかに相手が悪いぞっていう時に、悪いのを指摘することは普通は問題ないんだけど、うん、今月はお前がっていうふうに、その悪さをこうやって追求するとかですね、糾弾するとか、そういうことをするのが良くないぞと。いや、だから教え諭すとかそういうのはいいんですよ。そうじゃなくて、もう本当にこういわゆるこう後ろ指を指すじゃないけど、もうお前がみたいな感じがあるじゃないですか。だからそれがよろしくないと。やり方というか、なんですかね。そうですね。まあ、追い詰める以外の、うん、まあ、いや、だから普通に率直にそこは良くないと思うよっていうのは、別に追い詰めてることにはならないわけですよ。そう、お前が悪いだろうみたいな感じ の、 その逃げ場のない、こうまさしく追い詰め方ですよね。だって、そう、実際悪いのお前じゃんみたいなさ、これはもう事実だからどうしようもないから責任取れやみたいなのっていうのが良くないぞと。お前はやったこと悪いけど、ね、別な考え方もあるんじゃないのかみたいな、その、まあまあ、悪さを別にそうぼやかす必要はないんだけど、でも悪さもやんわりとこう注意するみたいな感じのところであってね、それは確かに良くないことだねみたいな感じはいいんだけども、もうギュウギュウとこう締め上げるとかね、こう締め付けるとか、そういうイメージがあんまりよろしくないわけですよ。ほうほうほう。まあ、追求するっていうのはだから、なんていうのかな、逃げ道塞いで追い込むみたいな感じが良くないぞというふうに思っておいていただくといいかなというふうに思います。この2点。そうです。7月はこの2つをやると、かえってそれが正論だったとしても自分のを落とすことになりますよという時ですので、うん、どうしてもせざるを得ない時にはやり方を考えてください。まあ、例えば孤独だったら、その、ね、まあ、人じゃなくてもその動物と一緒にやるというのはどうですか。その孤独じゃないですよね、これは。そうですね、これね、ちょっと時間長くなって申し訳ないんだけどね、普通に家にあげない動物ではこの時はダメです。ね、座敷犬みたいに、同じ床の上に一緒にいる猫とか犬とかならば OK です。これはまあ占いの世界で動物の扱い方に、座敷にあげるあげないによって明確にそこに区別があるんですよ。へー、そう、座敷に一緒に上がったらほぼ人間と同じような扱いになるわけなんです。じゃあ OK。 うん、
うん、OK ですね。孤独ではないですね。だけど犬連れて散歩するっていうのはちょっと残念ながら、その庭でこう鎖つけて飼ってますみたいになると、あのちょっとそれは家族とは人間とは違うぞってことになっちゃいます。へえ、また違うんだ。え、まあちょっと今あのね、たまたま長谷川さんがいいところを指摘してくれたので、占いうんちくでございますけども、はいはいはい、床にあげるかあげないかは実は大きな違いであると。ほら、はい、ということでございます。はい、ね、皆さんこれ、はい、開運行動気をつけてください。はい、はい、以上でございます。